です。今回ですけども、今回の動画は僕がちょっとね気になるアイテムがあって、ちょっとそれをね、見に行こうというか買いに行こうかなみたいなちょっと思っていまして、でね、そのお店はアディダスなんですね。アディダスショップに行こうと思ってまして、そのアディダスのアイテムにちょっと僕気になるアイテムがあって、ちょっと今から行くんですけど、でもぶっちゃけオンラインでしか僕見てないんですよ。時間がちょっとあってオンラインで見てて、それでいいなと思ったアイテムがあったんで、じゃあちょっと現物見に行こうということで、今から行くの池袋のアディダスショップなんですけど、だからぶっちゃけそこの店舗に売ってるかもわかんないし、実物見てちょっと違うなと思って買わない可能性もあるんで、まあ、今回はその今ね絶対に買えますとは言わないんですけど、そのアイダショップに行く一日ということで日常をお届けしていきたいなって思います。だから、まあ、今からねちょっと着替えてアイダショップ向かってくんで、そのね今日のコーデを見せていって、それで向かっていって、まあ、買ったか買ってないか、買ったらそのね実物を見せるし、買ってなかったらまあどういうアイテムを気になってたんだっていうねことをねちょっと僕見せるんで、ぜひねこの動画をね最後までご視聴お願いします。ぶっちゃけオンラインで見たら結構いいなと思ったアイテムで、すごい欲しいなって結構今思ってるんですけど、結構ね時間も時間で僕結構ねスケジュールパンパンなんで、池袋のアディダスショップになかったら他の店舗にあってもちょっと今回はいけないということで、まあリアルをねお届けしたいんでね、僕もだからなかったらなかったで終わらせます。なかったらまた引き続きまた別の動画でね紹介する可能性もあるんで、それはそれでねまあいいんじゃないかということでやっていきたいと思うんでね。僕結構アディダスのアイテム、まあ結構ではないんですけど、まあ多少持ってて、スウェットパンツだったりカーディガンだったり持ってるんですけど、だから結構アディダスショップは定期的に見るようにはしてるんですけど、まあ僕スポーティー系のブランドでも全然私服で使ったりするんで、だから全然抵抗はないんですよね、別にスポーツのブランドだからっていうのは。だからたまに見ていいなと思ったら買うっていう感じをやってるんですけど、今回そのパターンでいいなと思ったアイテムがあったんで、まあちょっと見に行こうということでね。どうですか、皆さんはスポーツ系のブランドを買いますか、使ったりします？まあそこ結構意見分かれてくると思うんだけど、最初はねやっぱり入りは結構抵抗ある人がいると思うんだけど、だんだん慣れていっちゃえばというか、どんどん身につけていくうちに、あいいじゃんって思ったりするアイテムもあるし、スポーツ系のブランドだからといってそのおしゃれなアイテムないって思ったら大間違いですよ。だから一回ね見てみて食わず嫌いしないでね、まあちょっと調べたりお店に入ってみたりなんかしらして、まあそういうねちょっと出会いとかきっかけになるかもしんないんでね、この動画をね、まあ、最後まで見てそういうね一つのきっかけにも、ね、なればなと思うんでね、皆さんねスポーツ系のブランドもね好きになりましょうということでねやっていきたいと思います。最初はその今日のコーデをね紹介するんでよろしくお願いします。ということでじゃあ早速やっていきたいと思います。それではやっていきたいと思います。最後ね、これがね今日のコーデということでこれでいきたいと思います。ちょっとね今外出てみたら肌寒かったんで、ちょっと分厚いチェックのパーカーに黒のねナイロンパンツを合わせたんですけど、僕ねチェック柄のトップス僕結構持ってるんで、正直ね何色にしようかなと思ったんだけど、今日はちょっと赤の気分、まあ、朝からねちょっと頑張っていこうじゃないかということで気合い入れるために赤にしました。でまあ赤と相性がいい黒でねやって、まあちょっとカジュアルストリートっぽくしました。なんかねあるらしいからね、朝起きてなんか身につけるようなもので気合の入り方というか気合が入りやすくなるみたいな、そういうのなんかあるらしいよ。色の効果っていうのがなんかあるらしいんで、僕はちょっとそれをね信じていました。まあ、そうやってね信じるのも大事ですからね、そういうのね信じ込んでね、もうそういう風に自分の脳をそういう風にすり替えちゃいい話ですから。でこのねチェックもねちょっと黒が入ってるんで、まあこの黒ともねそこもねちょっとまあ合わせてみたいな感じです。はい、でまあインナーもねちょっとこういうね赤バンティー着てるんですけど、こういうね見えづらいと思うけど赤いねデザインが入ってたりするんで、まあ、そういうのもいいし、黒メインの赤のデザインだから、まあ、全体的に合ってるんじゃないかなって思います。はい、というよりね、じゃあまあこんな感じで今日は今からこれで池袋のアディダスショップに行こうと思うんで、ね、向かっていきたいと思います。ということでね今から行くんですけど、ちょっとねぶっちゃけね今早朝なんですけど、そう7時ぐらいでちょっとだけ池袋でやることがあるんですよ。やることしてからアディダスショップに行こうと思うんで、だからちょっとね早めに出てるんですけど、まあ早朝、朝早いっすね。マジでね本当に朝起きるのが僕本当に苦手で、詳しく言うと苦手だったんですよね。でも YouTube やるようになってからだいぶ朝の早起きがだいぶ得意になりましたね。だいぶねやっぱりやりたいこととか夢とかそういうのだってやっぱ人って変われますね。まあ、まだまだね不十分なところもあるんですけど、少しずつねやっぱり変われますね。変わるきっかけっていうのがやっぱり大事だと思うんで、まあ、変わるきっかけっていうのはその環境の問題だったり周りの付き合いとかそういうのが関係してくると思うんですけど、僕はそれが夢への挑戦とかその努力をすることでそれがきっかけで変われたんで、それが一番僕は理想だと思うんですよね。そのやっぱり自分がやりたいことで自分のダメなところとかも変わっていけるっていうのは一番いいことじゃないですか。それで成功体験を積み重ねてって自己肯定感を上げながらも一番ねいい自分になれるようにしていくっていうのがやっぱり難しいですけど、それが楽しいんですよね。まあそんな感じでね今ちょっと駅向かってるんですけど、いやー結構ねアイテムの話に戻りますけど、ネットで見た時は今すぐにでも欲しいって思うぐらいで、僕って結構その欲しいレベルが少しちょっとあって、今すぐにでも欲しいが最強レベルでも、まあ後ででもいいかみたいなレベルがちょっと保留しとくみたいな感じで、でもその一番最高級レベルも今めちゃくちゃ欲しいだったんで、まあ実物見たらどうなるか分かんないですけど、もう本当に欲しいんで、まあ買えなかったらちょっと残念なんですけど、今からねアイダショップ、じゃあ駅でね電車乗って一つ用事済ませてからアイダショップ行ってこようと思うんでね、じゃあねちょっと今から行っていきたいと思います。
はい、でね、ちょっと今帰ってきたんですけど、池袋の店舗になかったです。まあまあまあしょうがないですね。だからこのね、買い物は次回に持ち越しということで、まあ以後ご期待くださいということで、まあね、これだけではちょっとね物足りないということで、僕もねなんか物足りないんで、まずねその動画のね最初の方でも言った通り、何を買いたかったのかっていうのをもう先に見せちゃいますね。こちらなんですけど、ニュートラルコートデニムジャケットということで、このねアイダスっぽいねラインが入ってて、首元がねボアになってて、ちょっと水色っぽい色のデニムジャケットなんですけど、これ可愛くない？めっちゃ可愛いと思ったんだけど、なかったっすね。胸元にねアイダスのロゴが入ってて、普通にこれアイダスっぽくないんだよね。まあ、アイダスのロゴ入ってんだけど、パッと見アイダスっぽくないというか、まあちょっとアイダスっぽいところ言ったら、まあラインが入ってるところなんだけど、まあそれ以外本当になんて言うんだろうな、アイダスっぽくないというか、僕ねラインが入ってるのも結構僕的にはいい印象というか、僕的には好きなんでいいと思うんですけど、可愛くないこれ。でね、ボアのデニムジャケットって冬とかも使えるような感じなんで、でこれお値段が 22,000円で全然ね買えるんですよ、安いんですよ。だからちょっと買いたいなと思ったんだけどなかったんで、ちょっと残念ですね。じゃあちょっとね、まあ、今度また探してきます。これはこれマジでおすすめだからね、みんな買わないでよこれ。俺が紹介したからつって買っちゃうやんみんな。ちょっとまあここまで教えるか、ここまで教えちゃうよ特別に。これねセットアップなんですよ。こっちもあって、ニュートラルコートデニムパンツということでセットアップで、こっちお値段 14,300円なんですけど、これはすごいねフレア気味になってるというか、でなんかポケットのところにアイダスのロゴが入ってて、でこれもラインが入ってて、でこれね外側が開けれるんですね、ボタンになってて。これもまあ足長効果あるし、でセットアップでねこれ着たらめちゃくちゃ可愛いなと思って。よくない？だってこれセットアップで22,000円と14,000円でしょ、36,000円で買えんだよセットアップが。しかもデニムの最強っしょ。しかもこのさ、アイダスのデニムジャケットなんてあんまり知れ渡ってないから、そもそもアイダスにデニムジャケットがあるっていうのも多分そもそもみんな知らないと思うから、これ着てたらマジでバチいけよ。これどこで買ったのみたいに言われるよ。トップスからパンツまで、ね、ラインが入ってるから、すごいなんていうの、ストレートに体が見えるから、すごいねいいと思いますよ。マジでおすすめ。これはおすすめだけど買わないで、僕が買うから。僕が買えたら皆さん買ってください。そしたら用意スタートです。はいはい、まあこんな感じでね、色も綺麗な色なんですよ。僕が持ってないような色なんですね。そうそうそう、だから欲しいなと思って。アイテムごとで単体でも使えるから、まあ、その一石二鳥でね、まあこんな感じでね。じゃあちょっとまあこれはね、僕がまた買えたらまた買った時に紹介するんで、まあ絶対買うと思います僕これは、間違いなく。本当に最上級の買いたいの僕の位置づきなんで、これは絶対買えます。ということでね、じゃあね、僕が欲しかったアイテム紹介はこれで以上として、ちょっとねまあどうしようかね、なんか物足りないや。僕ねアイダスのアイテム3つぐらい持ってるんですよ。でそのうちの1つ僕ねコーデ紹介で使ってないアイテムがあったんですね。それを使って今回じゃあちょっとコーデ紹介していこうと思うんで、それでね皆さん勘弁してください。僕もねちょっと物足りなくてさ、ちょっと今ハラハラしてるというか、どう動画終わればいいんだろうみたいな思ってるから、まあちょうどね僕がそのアイダスで購入紹介で紹介したんだけど使ってない、コーデ紹介で使ってないアイテムがあったから、それを使って最後コーデ組んで終わりたいと思うんでね。でまずそのアイテム紹介からいきたいと思います。はい、でねそのアイテムなんですけど、こちらです。これはカーディガンですね。桃色のカーディガン。可愛くない？アイダスのロゴここにあるんだけど、アイダス感ないっしょ、これ。で、これはこちらの動画でね、購入紹介で紹介するんで、皆さんね、その詳しいね、詳細はね、まあ、それで見てほしいんですけど、はい、こういう感じで、ちょっとオーバーサイズ気味のカーディガンで。でね、下にこういう風に赤のラインが入ってて、まあこういうところもね、まあラインが入ってるところがちょっとアイダスっぽいですよね、本当に。僕の好きな色っすね、ピンクね。はい、じゃあまあこれを使って、コーデ組んで終わりたいと思います。はい、でね、これがね、このコーデなんですけど、まあ、黒に合わせましたね。はい、どうですか。で、ちょっとまあ、ポイントは、インナーをね、真っ黒じゃなくて、ちょっとね、薄いグレーにしたんですけど、まあ、これは、何かっていうと、まあ、このカーディガンが、ちょっと薄めのピンクじゃないですか、桃色で。真っ黒にしちゃうと、なんか浮いちゃうかなと思って、普通のピンクとかだったら、真っ黒でもいいと思うんですけど、まあ、薄いピンクなんで、こっちを薄めにした方がいいかなと思って。で、これは全部開けちゃうと、結構オーバーサイズめのカーディガンなんで、バランス悪くなっちゃうかなと思って、まあ、ちょっと第2ボタンぐらいまで開けて、インナーを少し見せて、まあ、以外はボタン閉めてっていう感じなんですけど、まあ、ちょっとね食い物寂しかったんでアクセサリーをシルバーとねこういうピンクもね相性いいから、グレーとねシルバーもめちゃくちゃ相性いいしっていう感じでこれ組んでみました。まあ、このカーディガンでねコーデ組んで紹介するのは初めてなんで、まあいろいろねコメントを持ってます。はい、ということでね、このコーデということで、じゃあ最後に見ていきたいと思います。はい、というね、今回の動画はね、アイダスに僕がね、ちょっと気になってるアイテムがあったということで、直接ね、アイダスショップに行って、まあ、買いに行く動画だったんですけど、まあ、ちょっと池袋のね、店舗に行ったんですけど、池袋の店舗にはちょっともうなかったということで、でね、ちょっとね、僕ね、スケジュール結構埋まってる中でこの企画撮ったんで、他のね、店舗には行けなかったんですけど、まあ正直ね、その悔しいっすね。まあでも、ネット見たところ、まだオンラインにも在庫あったから、まあ他の店舗にはあるんじゃないかなと思うんで、まあこの戦いはね、持ち越しということで、またね、買ったら紹介しようと思ってね、あれは絶対買う可能性が高い、もう 99.3% ぐらい買うんで、期待してね、あ、まあ楽しみにしてください。でね、それだけじゃ物足りないんで、その僕はね、このアイダス関連の企画でカーディガンを使って、しかもこのカーディガンで声組むの初めてね、動画にしたんで、まあそれはそれでね、いいんじゃないかというか、強いんじゃないかということで、ま
回やったんですけど、どうですかねこのコーデは。カーディガンもねやっぱり黒とかそういうのが無難だと思うんですけど、こういう一個ね色がある派手なアイテムを持ってても、まあ、僕はいいと思うんでね。はい、というわけでね今回はねこんな感じで、欲しいものは買えなかったんですけど、まあ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 それもリアルでしょうということで、皆さん僕が買う前には買わないでください。多分ねこの動画見てねめちゃくちゃ欲しくなったと思うんですよ。今すぐにでも買いたいってね思ってると思うんですけど、僕が買うまでは買わないでください。絶対に僕が買ってから皆さんのねショッピングがスタートということで、ぜひそこはねご協力お願いします。というわけでね、じゃあ今回の動画ねこれで終わりたいと思います。この間の動画はこれからチャレンジ登録ぜひお願いします。インスタ、TikTok、Twitter もテンデルそっちのフォローお願いします。それではね、バイバイ。